ご機嫌いかがでございましょうか。2023年7月8日日本時間土曜日の、午前11時となりました。デモクラ TV 本会議、これからスタートいたしますが、まあ今日はですね、曇っていて日差しが少ないのはいいんですけども、まあムシムシすること、梅雨が明ける明けると言ってまだ明けないという、なんかもう詐欺みたいな天気になってるんですけどね、どういう風な感じになるのかというか、なんか空を見るとちょっと雲がなんか秋空みたいにこう見えたりとかして、まあ私もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、いいくらいのこと言っちゃいけませんけど、皆さん空とかたまに見上げてみた方がいいかもしれませんよ、本当。はい、ということでございまして、今日も、お送りいたします。さあそれでは、今日の、ご出演の皆さんをご紹介いたしましょう。まず、最初、青山学院大学名誉教授の幅久美子さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。何かお知らせ事があるということ。すいません、ありがとうございます。実は明日の、7月9日の2時から、5時まで、日本学術会議、六本木乃木坂の学術会議で、欧州とアジアの地域紛争をめぐる平和的解決と世界経済の行方という非常に興味深い、シンポジウムがあります。300人ぐらい入る講堂と、それからオンライン自由で無料なので、ぜひ皆さんに参加していただきたいと思っています。はい、中国、それから、ASEAN、ロシア、ウクライナ、ずらっと地域紛争勢ぞろいで、それをいかに解決するかっていうことをみんなで議論する大変興味深い会議です。よろしくお願いいたします。もう一度タイトルを言って。はい、欧州とアジアの地域紛争をめぐる平和的解決と世界経済の行方です。はいはい、その辺の言葉をこう検索するとインターネットでも情報とかが、はい、地域紛争をめぐる平和的解決っていうだけで、はい、学術会議のホームページが出て、プログラムが書かれていますので。そうですか。はい、じゃあ詳しくはそちらを合わせてご覧くださいということで、はい、今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、環境ジャーナリストで明治大学客員研究員の村田和子さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。村田さんからのお知らせがあるそうです。はい、今日の2時からなんですけれども、この番組でもたびたび取り上げた神宮外苑の再開発の問題、いよいよですね、先週第1回の口頭弁論が開かれまして、今訴訟になっているわけですが、大変署名がですねたくさん集まりまして、21万通を超えました。で、先週ヒューマンチェーンってこうね、神宮の周りをこう人間の鎖で取り囲もうというのを私も言ってきたんですけれども、たくさんの人が参加しまして、250人ほどですかね。で、神宮をこう取り巻くことができたぐらい人が集まったんですが、さすがにですねこの頃メディアでも報道されるようになりまして、で、もう工事が始まろうってしているわけですけれども、今頃になってどうしてそんな騒いでるんだっておっしゃる方があるんですけどもね、実は今頃になって騒いでるわけではなくて、ずっとですね言ってきたんですが、メディアがどこも報道しなかったわけです。で、先週のヒューマンチェーンの時もそうだったんですが、海外のメディアがですねものすごくたくさん取り上げてくれてるんですね。で、すでに、アメリカの AP ですとかイギリスの BBC ですとか、そういうところで随分特集が組まれたりなんかしてるので、海外の方からということではジャニーズ事務所の性加害問題、あれと似たようなパターンになってきてるんですね。で、諦めてはいけないなと思うのはですね、これ完全にですね計画自体がですね、人の生存権を脅かすようなものですので、こういうことを黙っているメディアも報道しないっていうことが、この先ですね私は戦争へつながるようなことになると思うんですね。で、これからこの今日取り上げる基地問題もそうですけれども、こういうふうにですね、私たちの生存権を脅かすようなこと、憲法違反ということが何にもですね問題にならないまんまずっと言ってしまうということがとても恐ろしいことだと思うので、今ここで声を上げなきゃいけないと思います。で、今日2時から神宮外苑のラグビー場の付近でキャンペーンをしますの で、チラシを配ってですね、どういう状況になっているのか、なぜこんなことになったのかっていうこともですね、そのチラシを見ると分かるようになっているということですので、ぜひですね皆さんいらしてください。はい、よろしく。今日はよろしくお願いします。はい、続きまして作家の緒方樹仁さんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お知らせがあるそうで。ありがとうございます。早速、私
前その PR 会社にいまして、報道の皆さんとお付き合いさせていただいてて、で僕はあのミャンマーに会社を作りに行ったので、ミャンマーの限界をですね、あの報道でちょっと出しなかった部分で、もうやむにやまれの大和魂というか、あの実名を仮名に変えて小説にしました。でそれは全部僕はジャーナリストじゃないので裏取りがあるわけじゃなくて、たまたま僕はあの一支援者に過ぎないんですが、自分が見たものと体験したことだけをお話しするという形で、今日の実は、この後あの2時から4時の間に、やらせていただくのが、あのこちらの方で特番を組んでいただいたので、こちらの、 あの形で、ミャンマーの慟哭ですね、まあ、これ本のタイトルが、はい、ヤモリの慟哭っていうだったので、ちょっとかけまして、はい、やらせていただくという形 で前半はあの無料で1時間で、後半はデモクラさんにあの契約されている会員さんのみだけのクローズドで、はい、行わせていただくんですけど、ちょっとあのミャンマーの現地の方に、うん、国境の方にですね待機している人間がいるので、中継をつなげてみたいと思います。生の声をあの聞いていただけたらなと思っています。はいはい、じゃ あ, あの今日もよろしくお願いします。いろいろとありますけれども、あの慣れてないのですいませんが、よろしくお願いいたします。そしてフォトグラファーの薄井坂友さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。薄井さんからもお知らせ、はい、あのちょっといくつかあるので、はい、まず自分の宣伝から、はい、今、7月いっぱい、写真展というか展示をやっています。まあ、メインのあのものなんですけど、の奥に見えてちょっとぴょっと触覚みたいのが出てるのが福島第一原発の廃炉クレーンです。福島第一原発が見えるあの浪江町の受け戸漁港っていうところに行って撮った写真で、私は写真を撮った時に放射線を同時に測っていて、その数値をこうレイヤーで重ねるっていう風な作品にして展示してます。でその写真展がこの下のちょっと遠いんですよね、あの中央インターの、富士野インター相模湖のそばなんですけど、そこから、車でちょっと15分ぐらい、バスで15分ぐらいかな、入ったところに富士野クラブっていう、まあ、名称のところがありまして、その中に韓国料理をメインにして、特にサムゲタンが非常に美味しいと、あー Google ランキングで日本一になってるお店がありまして、そこのに併設しているギャラリーがありまして、そこに今15点ほど展示しております。実はここ の, あの大将というか経営されている方がなかなかユニークで、ベヘーレン経験者で、この藤野をちょっとオフグリッドできないかというような感じで大型の太陽光発電所を作り、民間でですね、であのこの相模湖のダムって神奈川県の全部の水源なんですが、そこの水源が富士野だと、で水に恵まれ独立系の農業法人をやって太陽光発電をやって、まあ、あの音楽のイベントをやったりアートのイベントをやってるという、そういうちょっと変わった場所っていうか面白い場所で展示してますので、うん、1ヶ月間なのでぜひサムゲタンを食べがてら私の方見て見に行っていただければというところです。でもう一つ、はい、どうぞ。前回出た時にあの私がちょっとレポートをして、なんか特番でちょっと多くやっていただきました鹿児島の県民投票の、中間報告をさせていただきたいと思います。はい、あの時3万筆目指すと、で2万7000筆集まれば、県議会に、要するに県知事は県民投票の条例案を出さなきゃいけないって、1ヶ月経ちました、1万6672筆集まってるそうです。だ3万は行くよっていう連絡が私の方に来てますので、うん、はい、なんとか、県議会には上がると。で問題はその自民党系が7割を占めてる県議会が、以前はもう署名が集まったら県民の声を聞くよと言っていた議員さんたちが尻をまくってこう翻っちゃうとダメなんですよ、ね、うん、そんなことさせないために言ってたことはちゃんとやれよというふうに全国からこうウォッチしましょうというところ、はい、ただ現地はかなり暑くて、いい感じで集まっているそうです。子供から
のおじさんおばさんまで、あのやっぱり俺たちが決めるんだっていうモードになってるというようなメールが届いておりました。でもう一つ、あの今村田さんの方から、神宮外苑の問題がありまして、うん、実は第二の神宮外苑がありまして、はい、それはあの、皆さんもよく知っている日比谷公園なんです、で日比谷公園が大規模再開発が東京都で計画されてまして、どんなに日比谷公園が素晴らしいのかというそのイベントが、16日にあります。はい、こう私のちょっと後輩が庭師をしてまして、ここをよく関わっているので連絡が来たんですが、これ日本庭園協会っていう東京支部が一応庭師とかそういう庭をきちっと日本の庭園を守りましょうっていう人たちに向けてやるイベントなんですが、一般も参加できます。で要するにこの神宮外苑のような再開発とちょっと違うのは、日比谷公園の持ち主って東京都なんですね。だから小池さんの一存で再開発できちゃうっていう関係があります。でここの森がやっぱり随分あの立派な木がいっぱいあるところなんですけど、ここが切られてプランをちょっと見たらニューヨークのようにしたいと、ニューヨークのようにしたいと要するにあの向こうの銀座の方に橋を2つつないで渡り行き来ができるようにして、きれいに開発して、よくそのイメージの絵を見てると、ひょっとしたらここにいるその野宿者を出したいんじゃないかと思うようなちょっといろんなことも思惑も考えられる再開発があるので、そういうことも東京都が動いてるっていうのも同時に考えながら、この、 あの日比谷公園の森ってこんなに実は素敵なんだよっていうのをあの、まあ、庭師の方が説明してくださるっていうイベントです。ちょっともう一回目覚ます。あの、はい、どうやって検索したらいいかっていうのは、この庭園協会で検索してホームページ入ると、このイベントの告知があるので、はい、あとは申し込むだけなんですけど、なんか45人限定なので、うん、もうダメかもしれないけど、うん、一応こういうのがあるということで、はい、あの私は参加します、はいはい、あと後で報告させてもらいます。はい、分かりました。ありがとうございます、はい、ということで、今日は、ね、お知らせがたくさんなんでございますが、もう一つね、これをちょっとね、見ていただいて、でこれをちょっと見ていただきながらですね、メールを一本少しかいつまんで読みたいと思いますが、もう大昔の相川欽也さんの頃から、ご覧になっていただいている方からなんですが、6月24日の放送で沖縄の慰霊の日の翌日にもかかわらず全く沖縄の現状について話されなかったことに苛立ちを覚えましたというメールをいただきました。当然ご存知のように昨今南西諸島の自衛隊配備が恐ろしい勢いで進んでいます。ウクライナを引き合いに台湾有事をあたかもすぐに起こるかのように煽り立て、状況を全く解説することなく、とにかく危機感を浸透させて軍備拡張を現実化させている政府の企みを、今こそ沖縄の現状をしっかり見せることで暴いていかなければならない時期に、お前たち何をやってるんだというお叱りの、メールをいただいてというわけなんでございますが、この問題につきまして実はもう1年以上前からこまめに我々やっておりまして、たまたまもうこの日に、この日に他の、まあ、ことをやってしまったということで、まあ、これ言い訳に聞こえちゃうかもしれませんけども、やってはいるんでございますけどね。ですからちょっと今日このお知らせを、これもこのメールをくださった方から、いただいた情報でございますが、今三上監督が新たに沖縄の現状をつぶさに記録され、来年に向けて長編ドキュメンタリーの映画制作にかかられていて、それでもあまりにも、事態が急速に動いていて、その状況が全くメディアで流されないという危機感とその意識のギャップ、びっくりマークというふうに書いてあります。ということでですね、ご覧いただけましたでしょうか、この沖縄再び戦場へという、仮のタイトルですが、三上千恵監督ですかの最新作、これの制作応援のお願いというチラシでございますね。これ長編ドキュメンタリー映画で2024年の春に完成予定なんでございますが、制作協力のカンパをお願いしますということで、振込先の番号を今からお読み上げますので、書き取れる方どうぞ書き取ってください。郵便振り替えでございます。00190 4
0019-0093027、繰り返します、0019-0463027、加入者名が沖縄記録映画制作を応援する会ということでございます。沖縄再び戦場へ、戦場というのは戦場という漢字書きますが、これで検索していただくとインターネットでも情報取れるのかな、ちょっとごめんなさい、今それを確認しておりませんが、ちょっと、情報を取ってみていただければと思います。ぜひ、沖縄この映画にですね、皆さんもご協力いただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、いろいろお知らせございます。あ、そう、それで今日取り上げる項目をではご紹介いたしましょう。はい、うん、いや、ありますけど先に項目いきます。はい、まず、今日の最初の項目、自衛隊なぜ司令部地下かという問題ですね。自衛隊が司令部を地下に持っていくというような話があるんです。2つ目、ウクライナ戦場へ劣化ウラン弾という言葉が出てきました。実にもう嫌な言葉ですね。3つ目、ミャンマー東部で激戦続く。もうこれ本当、ね、500日ですか。もうそして、海洋放出 IAEA がお墨付きを与えているんじゃないかという話。それから5番目がドタバタ続くマイナンバーカード。そして最後が安倍元首相一周忌に国葬を考えるという、こういう内容でお送りいたします。ということで、まあ、本番に入る前に一つ、気分を変えていただきましょう。こちら、石川県の美市の奥田さん、いつもありがとうございます。今では指輪も回るほどこんな演歌知りませんかということで、口なしの花でございます。どうぞあのこの花でね、ちょっとこう和んでいただいて、この後お知らせに続きまして、今日の本番となります。ではよろしくお願いします。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが、それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にやった、トランプシリアの。そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけどでその流れですいません、メール次の流れて流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね。1時間しか喋れない。そう、もうあっという間だからもう、あの次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議でございますが、今沖縄という話が出ましたんで、羽場さんの方からちょっと一つ、お話をちょっと。はい、ありがとうございます。ちょっと今日は私だけハードな話かなと思ってドキドキしていたんですが、あのちょうど沖縄の紹介をしていただきまして、私は今だいたい1年間に50カ所以上で、ミサイルではなくて対話をいう、あ、こっちがいいですか、こっちがいいですか、ごめんなさい、はい、ミサイルではなく対話をということと、沖縄を東アジア の国連にということで、いろいろあの講演をあのしたりしております。で、あのちょうど慰霊の日の次の日の6月の24日に、沖縄で大きな国際会議をやりまして、沖縄を平和のハブにという第2弾なんですね。第1回目は去年の8月に日中間の代表を呼んで、沖縄で会議をしたんですが、それが非常に影響があって、沖縄を平和のハブにっていうのが一時あのマイクロソフトの Bing で3200万件ぐらい の、ヒットがありました。で、あのそれらを踏まえて、第2回目として6月の24日に日中間インド台湾をあの含めて、平和のための話し合いをあのしてきました。来年の慰霊の日の次の日にもあの第3回目をやり、そして、展望としては10年後ぐらいには沖縄を東アジアの平和のセンターにする、基地の町ではなくて、
アジアの平和の中心地とするということで、実現をしようとしておりますので、ぜひ皆さんのご協力もよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでございます。まあ、本当沖縄はね、あの世界の橋がかりになるんだというのを琉球王国の時代に目標にしてたという国ですから、本当にそれが、また蘇ってくればなというふうなことを思うわけでございます。ということで今日の最初の、項目参りたいと思います。防衛省は今年度予算で九州沖縄地区の自衛隊施設6カ所の司令部を地下に移します。対象となるのは沖縄県の陸上自衛隊那覇駐屯地、航空自衛隊那覇基地、那覇病院、福岡県の航空自衛隊築城基地、熊本県の陸上自衛隊県軍駐屯地、宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地の6施設です。今なぜこうした措置を行う必要があるのでしょうかということを浜さんに伺いますということでございまして、浜さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、これも沖縄に非常に関係しており、そして日本列島全体に関係していることなんですけれども、この間ご存じのように昨年の2月にウクライナ、ロシアの戦争が始まり、そして、今台湾有事ということが非常に騒がれていますね。そうした中でそのミサイル配備とそれから地下司令塔がこうセットになる形で進んでいます。で、あのミサイル配備はご存知のように日本列島南部から南西諸島、それから青森に至るまで日本全国にミサイルが今配備されている状況なんですけれども、ほとんど伝えられていないですね。特に石垣島では200機のミサイルが行動を通じて沖縄県民が反対する中配備が進んでいるとか、与那国島まで、ミサイル配備のための予算が政府からつけられるというような状況になっています。この間沖縄だけではなくて大分とか、静岡とか名古屋とかいろんなところでも講演させていただいてるんですけど、実は大分、青森にも弾薬庫とミサイルが配備されるということで、青森というのは対中国ではないですよね。つまりその中国、北朝鮮、ロシアという、日本の、アジア大陸の、近隣国すべてに対して先制攻撃を仕掛けるための、あるいは先制攻撃ができるためのミサイル配備をするということで、これは大変なことになっているんだと思います。で、加えて今ご説明いただいたように地下司令塔が、自衛隊の基地の下に作られるということで、これは今年に入ってから共産党の赤旗とか、それから沖縄タイムズや琉球新報でもいろいろと報道されていますが、実は地下司令塔は沖縄各地だけではなくて日本列島全域に2024年まで、つまり来年までに10カ所のところに地下司令塔を作るということなんですね。そしてその前置きが恐ろしいことにですね、戦闘が始まって地上が荒廃しても地下から敵基地攻撃を指令できるように、つまり核戦争や生物化学兵器や地上がかなりやられた後も地下から戦争の指令ができるということを作っていくということで、これがその自衛隊の基地の地下にやはり日本全国、広がっていくということで、ものすごいことなんですけれども、はい、国民の犠牲は全く考えられていないし、それでも戦い続けるという第二次世界大戦の末期のようなことが、もうすでに始まろうとしている。それも、閣議決定とか、あるいはそれもなしに、各地域に上から降ってきて、でその県議会などではものすごく問題になってきて大騒ぎだそうなんですが、それも全くメディアで報道されていないという大変な状況が起こってきているんですね。
今ミサイル配備についても、それから先制攻撃能力についても、あるいは安保三原則についても、ほとんど国民は何も言わないような状況になっています。でこれは多分ウクライナ戦争において、ロシアがウクライナ攻撃をするということで、日本でも同じような状況があるのではないかという危機感から何も言えないのかもしれませんが、そうしているうちに、まあ、戦争というのは偶発的に始まり、始まったら終えられないですよね、はい、そのために今私たちが何を準備していかなきゃいけないのかっていうのは本気で考えていかなきゃいけないと思います。それも昨年の末から、まあ、安保三原則があり、そして、今年に入って2プラス2でアメリカとの話し合いの中で、これまで矛と盾、つまり日本はアメリカが攻撃したときに専守防衛で、盾として守るということを言っていたにもかかわらず、今年の1月で矛と矛、つまり日本も攻撃するということが決められていったわけですね。そして今沖縄の議員さんたちによると、実はアメリカ軍は徐々にグアムに撤退しているということで、結局その矛になった日本が最前線になって、中国や北朝鮮やあるいは青森に配備されたミサイルは明らかにロシアの方に向けられているんだと思うんですけど、それでこう一発あるいは200発撃ったらその10倍返ってきますよね。中国持ってるミサイルは2000発と言われ、ロシアは6000発と言われますけど、日本が蜂の巣になるような状況で、果たして日本列島を守れるのか、本気で考えていかなければならないのではないかと思っています。まあなんかその辺の作戦の発想の、まあ、私から見たらちょっと非常に稚拙なようにしか見えないんですが、そこでもさることながら、その自衛隊がダマ店で、地元にダマ店でこういう地下工事を始めようとかいろいろいじろうとしてるっていう、そこのところがちょっとまず一番大きく引っかかりますね。そうですね。もうまずは憲法違反、違憲だと思いますし、はい、それから民主主義が機能してない、はい、その地域の議会ないしは市民の了解も取らずに上から降ってきて、うん、その上から降ってくる指令がミサイル配備であったり、うん、地下司令塔で、その地下司令塔も地上が荒廃しても戦い続けられるようなという、ね、ゾッとする戦略を、今の 人の意見をきちんと聞くという岸田政権がなさろうとしているっていうのは、ちょっと皆さん全国民の皆さん本気で考えていただかないと、戦争が始まったらもう何も言えなくなるという状況の中で、ちょっとその平和主義に慣れきっているんではないかなというふうに思います。でだからこそミサイルではなく対話なんですね。基地ではなく平和をということで、はい、今沖縄がすごく動いています。さっきも言ったように沖縄から米軍は徐々にグアムに撤退しているんです、うん、それから自衛隊の若者たちが、自分たちはその国を守って死ぬために残るんじゃない入ったんじゃないということで、災害を支援するために入ったというような若者が今続々と辞めてるんですけど、辞めてる自衛隊を今沖縄県民で埋めているっていうのはご存知でしょうか。つまりそれはなんか昭和20年の状況と一緒じゃありませんか。そうですね。おっしゃったように琉球時代から沖縄は平和の島なんですけど、はい、平和の市民が自衛隊に入り、ミサイルを配備させられ、そして台湾有事が起こったら台湾とともに中国に対してミサイルを撃つ、で今まで中国と沖縄って戦争したことはないんですよね、はい、また中国からミサイルが日本列島に降ってきたこともないですよね、歴史的にも架空な事態を日本から作り出そうとしてるというのがあまりにもちょっと恐ろしい状況がすでに着々とこの1月から始まっているということをぜひ皆さんに知っていただきたいと思っています。いやなんか第二次大戦の終結直前 の、うん、地下に作ろうとした松代大本営、あれの亡霊を見るみたいでちょっと気持ち悪いんですが、うん、
いかがですか。ね、この番組でも、はい、取り上げましたけれども、石垣島のね、基地建設の問題、あれ石垣島はですね、昔 その普通の民間の空港を500メートル海の方へこう延長するかどうかということで、はい、ものすごく揉めて全国ニュースに何度もなりましたよね、はい、でそれなのにね、こんな基地を作るなんていう、新たに全くないところに基地を作るっていうことがね、一回もニュースにならないまんま完成しましたっていうのだけがニュースになって、でこれに関しては地元の石垣島の高校生がもう対話をしてほしいと、賛成とか反対とか言う前に、なぜ賛成なのかなぜ反対なのかって話し合いの場を持ってほしいっていうことで、その市長に対してですね、訴えて裁判を起こしたんですよね。でところがこれがですね、その基地を受け入れたんではなくて、承認しただけだっていうふうに言い換えて、でこの裁判の結果がですね、その石垣市のその市長の言う方が通っちゃったんですね。で私は安倍政権時代にですね、警察検察に手を突っ込んで、そして随分とこう政府の言いなりになるような人ばっかりにしちゃいましたよね。でそういうのがやっぱりこういう地方のですね、末端のところまで行ってるんだなっていうことをまざまざと見たんですが、結局それで基地ができちゃったわけです、はい、でそこへミサイルを配備する、もう完全に憲法違反ですよね。で私ね思うんですが、第二次世界大戦を体験したっていう人も少なくなりましたが、ということは第二次世界大戦が始まる前のね、10年ぐらい前とかっていうのを知ってる人ってもほとんどいないわけです。で昔々聞いた話で、やっぱりその戦争が始まる前っていうのはね、どんなだったのかと、その私たち学校で習ったりとかですね、聞かされるのは、12月8日突然、パールハーバーを攻撃して、そして戦争が始まりました。でそれまでね、その国民は何にも気がつかなかったのかと、もう全然分からなかったのかっていうことをね、聞いたことがあったんです。その もう随分何十年も前ですけれども、おかしいと思わなかったのって、 そんなに戦闘ってのは突然に始まるものなのって。で例えばこの政府がね、国民にこれからその戦争しようと思いますが、その皆さんどうでしょうっていうようなことをね、聞いたりとか、そういうことはなかったのって、私もその頃ね、そういうふうに聞いたんですね。そしたらね、おかしいと思わなかったのって聞いたら、いやおかしいとは思ってたのよって、なんとなくきな臭いなとは思ってたんだ、だけど政府の人たちは、頭のいい人たちだし立派な人たちなんだから、そんなね、アメリカと戦争するなんてバカなことはしないだろうと思って任せておいたのよ、私はこれだと、つまり任せてはいけない人に任せてはいけないことを任せてしまった。で後から振り返って考えるとね、この時のっていうのが全然関係ないように思ってたけれども、実はそういう布石がいっぱいあったんだっていうことが戦争が始まってから分かった。で私は今このしきりとその話をね、とても最近思い出すんですが、とってもよく似てるなと思うのは、例えばこの石垣島にしてもですね、じゃあこの基地ができた、こうすごい大きな基地ですよね、あれ土地はどうしたのって、石垣島の人たち が持ってる土地だったはずですよね。そしたら聞いたらね、そうじゃないんですって、幸福の科学っていう宗教団体ありますね、はい、あそこが持ってる土地だった。ということはその幸福の科学がいつの間にかその石垣島の人たちの土地を買っちゃったわけですよね、でそれをね、どうしてね、その池社社と国が買い上げたのかって、で誰のお金で買い上げたってか、国民のお金ですよね。そういうことがちっとも報道されない。それはもうね、昨日買って今日できましたっていうわけはないので、それこそ5年も前からやってるわけですよ。でそういうことが一切報道されない。で私は前から言ってるんですが、日本のジャーナリズムっていうのはもうスポンサージャーナリズムですよね。スポンサーのその意向とするようなことばっかりしか報道しない、逆にスポンサーが報道しないでほしいということはしないということが、この神宮外苑の問題もそうですし、いろんなところでこう出てきてますよね、はい、でそういうところがそのこう周りから見るとですね、関係なさそうなことがこういう基地問題っていうことにものすごく関係してるなと。でこのミサイルを配備してっていうんですが、そのミサイルは一体どこの誰が作ってるのか、ね、で誰のお金でそれを買ってるのか、でこれはやっぱり三菱ですとかそういう日本に
あの家電メーカーだと思われているところで軍需産業っていっぱいあるわけですよね。何十年も前から地雷作ったりなんかしてるっていうことがちょこ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 こうその当時は報道されてたんですが、もうこのところ一切報道されないですけど、そういうところがねその作ってるわけですね。でそういうふうなことっていうのがそのこうそういうスポンサーがやってることなものだから、テレビでも新聞でも報道しないということになっている。でもインターネットの時代でね、こうやってこの番組みたいにインターネットで報道しているっていうところもあるわけですから、やっぱりそういう情報をですねちゃんと取って、そしてしっかりやっぱり声を上げていかないといけないと思います。デモをするとかですね、はい、そういうことっていうのって実はすごく力になるんですね、はい、で海外でやっぱり報道されるっていうことが大きな力になりますから、あのそういうことが今必要だなって思います。はい、尾形さんどうぞ。はい、まあ、僕はあの体験したことしかわからないんですけど、昨年高校の同級生に紹介されまして、まあ、中村みどりさんっていう参院選出てたんですけど、でこの間千葉の方で地方選に出てましたが、ちょっと紹介されましてね、興味があったんで、何が興味があったかって言ったら、あの中村みどりさんがやってたことは沖縄の米軍基地を東京に引き取る党っていうのを立ち上げたと、とりあえず面白いこと言う人だなと思って会いに行きました。で、あのよく話しましたね。非常に魅力的な、で高等無形かと思いつつよく調べていて、例えばあの東京湾にちょうどそういう計画があったんだけれどもとか、やった場合はこうなるんだからとか、非常に具体的に政府にも数字を持って話しかけていました。で僕がしたことっていうのは、僕は今高校2年の女の子と小学校6年の2人の女の子がいるんですけど、家族を連れて辺野古に行きました。はい、あの辺野古 の建設の現場の海の前に行って、このまま放っておくとここはコンクリートにあの飛行場になっちゃうから、最後のきれいな海っていうのを、まあ、インターネットとかあの人の話じゃなくて自分でちょっと触ってみようかっていうのを、そうすると君たちはいつか大人になった時にパパに連れてきてもらって、で初めての沖縄なんですよ。そんなお金があるわけじゃないで沖縄旅行なかなかできないです。家族全員連れて行って辺野古の海で夜あのナイトカヌーみたいな、あれやってるんですよ今。あのやってたんですね、今やってないかもしれないけど、でそれやってあの生まれて初めての沖縄の海が辺野古だったっていうのがうちの子供たちの体験ですね。で昼間はもちろん美ら海も行きますし、水族館行ってジンベエザメ見て、であのやるんですよ。であの高校2年の女の子は姫ゆりのと言って、ほら君と同じ年の女の子が書いた手記はこれだよ、いやもう全員もう凍りついてますよね。でもうちの子たちはそれ、うん、見たくて望んで見に行って、で望んで海行って、その辺野古でのカヌーのツアーをやってる人はいつまでそれがその事業を継続できるのかわからないし、もう目の前ではもうタンカーがたくさんいて、あの世の中ではいろいろ賛否両論あるんだけど、現実土砂はもうどんどん入っていくわけですよね。それを見ていくこと、見て何を感じるのかっていうのを、でこの人たちがいるおかげで私たちが守られていると考えるのか、あ自然破壊がこうやって、一般市民が声を上げても無視されてやれるものなのかとか、ありのままをまず見てもらいながら、この子たちが大人になった時選挙権を持ってあのものを考える時にどういうふうにするんだろうっていうのに非常に重要なことになるんだろうなと思って連れて行きました。で今僕が思っていることは、右も左もですね、あの、まあ、極端すぎるというか、ある意味あの村田さんが言ったそのスポンサードされているあのメディアっていうのは僕もその世界にいたのでよく分かっていて、僕も実はあの今から25年も30年も前に村田さんと一緒に、まあ、相川さんの時代からお世話になった、もう本当のひよこでしたけど、まあ、相川さんや当時のプロデューサーの大家さんとかに呼ばれて、この番組のご先祖様みたいなあの東京の MX のテレビなんかでお手伝いしてました、はい、その時に実際烈火うどんのこともあの反骨のメディアの人が集まっていて声を上げようとしていた、たくさん潰されましたね。でそれは左側が潰されただけじゃなくて、こう言ったらあれですけど、あの右側の方も言えないんですよね、うん、言えないのは例えば今あの地下で基地を作られるっていう、実は僕はあの戦略特色作戦軍の人の中に先輩がいて、
でそれの共感だったので、すでにもう皆さんとかに公になる前から地下に基地が作られていることは聞いていました、うん、でもそれは一般国民には言えないのは反発されるからじゃなくて、彼らは2つの理由で言えない。1つの理由はアメリカからの圧力もありますよね、うん、でもう1つの理由は革新犯で自分たちこそが人にどう批判されても国を守っているっていう。なるほどね、うん、だからミサイル基地を作ることで反撃される前に、あの戦士攻撃された場合の措置をどんなに批判されても自分たちが守っているっていうのがあるから、どんなに批判されてもあの無音の中で自分たちこそが先盛りなんだという意識があるっていう。でこれをあの僕が一番一つ思うのは、静かであること、平和であることっていうのはすでに勝ってる、はい、負けてるのはミャンマーだったりとか、ああいうところで僕は現場の人たち、手足のない人たちと一緒にいるので、なっちゃったらこうなっちゃう。だからこの平和の70年間が維持されてるのは勝ってるからっていうのは知らされなくて、誰かがやってるから、これただじゃ、ただじゃ手に入らないですから、きれい事ではないっていうふうに僕は、だから右も左もあるんだけど、両方は知らされてない中で、何を考えなきゃいけないと言ったら、じゃああなたが首相になりますか、あなたが一般市民で言いますかっていう立場によっての言い方が違ってくるということなんじゃないかなと本音では思いますけど、はいはい、浜さんどうぞ、はい、まとめとして3点言いたいと思うんですけれども、はい、アメリカは6年以内に戦争が始まると言っています、はい、で6年というのは中国がアメリカを経済的に抜く年なんですね、それをイギリスのシンクタンクが言った年です。ですからこれで誰が戦争を始めたがっているかというのが分かると思います、うん、その1点目なんですが、戦争は忘れた頃にやってくるというふうに言われて、第一次世界大戦、私は研究者でもあるんですけれども、第一次世界大戦が始まる前は数十年間戦争がなかったんですね、はい、その結果若者たちは全く戦争を知らず、戦争が始まった時には喜んでこう手を振って遠足に行くような形で出かけていって、でクリスマスまでに終わる、まあ、夏7月8月に始まったんですけど、クリスマスまでに終わると言われて、でも4年以上続いて彼らのほとんどは死んでしまって帰ってこなかったっていう状況なんですね。戦争というのは忘れた頃に始まり、若者が喜んで戦争に行き、そして一方では準備されながら偶発的に始まる。で偶発的に始まった後、それは誰も止められない、何年も続いて、下手をすると核戦争が始まれば地球が終わってしまうということを肝に銘じるべきだと思います。で2つ目なんですけれども、なぜ国民が容認しているかというのは、先ほども言ったようにウクライナ戦争でロシアが核を使うかもしれないということを繰り返し言っているからですね。そしてロシアは日本の隣国でもあります。だから青森にミサイルが配備されるということなんですけど、今必要なことはウクライナ戦争を止めること、はい、私たちは和田春樹先生や伊勢崎さんとともに停戦を、即時停戦をということを言っていますが、戦争が各地で起こっている限り、そしてそれが日本の近隣国である限り、日本も守らなくちゃという意識が自然に起こる。あるいは大手メディアがロシアを批判し、そしてロシアと中国は同じだっていうふうなことを言う中で、中国に対するミサイル配備というのは先生方もおっしゃっているように日本を守るために必要なんだっていうような気持ちになってしまう。でもこちらが少しミサイルを配備しても向こうはその何倍も持っているわけですから、ミサイル配備は憲法9条より危ないんですね。守ることにならない、戦うことになる。そして戦って弁慶のように体中にミサイルを受けて死滅することになるということを忘れてはならないと思います。で最後の3つ目なんですけれども、でだからこそ今沖縄は、玉城デニー知事が自治体外交ということを言い始めています、うん、はい、政府に待っていれば政府からはアメリカとともにそのミサイル配備や基地拡大という要請しか出てこないわけですから、玉城さんは今、台湾、そして中国、韓国、今回中国に行って成功を収めたと言われていますけど、でさらにアメリカにも行って、自治体こそが、我々こそが市民と共に
基地でなく平和を作っていくということを言っています、うん、そして沖縄は議員さんがすごく若いんですね、はい、20代30代の議員さんたちが、私たちがその基地の町を平和の町に変えるということを言っていて非常にこうエネルギッシュなんですけれども、これ本土と対照的で、本土では若者は維新とか、などに非常にこう熱い感情を抱いていて、我々こそがこう戦争が起こったら守る、あるいはウクライナ戦争に義勇兵として出かけていくっていうような、まさにその1点目で言った戦争が忘れた頃に若者たちは、自分たちのこう、戦う意識を刺激されてしまうっていうことがとても怖いと思います。だからこそ、自治体や市民から私たちの生活の場から声を上げていくべきで、今田中優子さんとか上野千鶴子さんなど、女性たちが、戦争を起こしてはならないという動きを始めて、もう短期間で7万人以上の署名を集めていらっしゃるということなんですね。から、まあ、女性や若者が立ち上がって日本列島を戦場にしないっていうことを本気で考えていかなければならないと思っています、はい。国の方は意外と分からないようにひたひたとやってくる、うん、はい、原発の汚染水の問題もそうだったし、みんなそうなんですけど、この問題で去年の暮れぐらいに日本に重要土地調査法っていうのがあるんですけど、要するに安全保障上大切な土地を指定して庶民、まあ、民間で勝手にいろいろ売り買いしたりなんか施設を建てたりできなくする法律なんですが、それを年末に58箇所指定したんですね。でこの前6月の末ぐらいの発表で何箇所だ161箇所追加で合計で219箇所が指定されていると。まあ当然自衛隊の基地も入っているし、米軍との共用の新潟空港とかそういうところも入っていました。で実は仙台原発、今県民投票やってる仙台原発を含む用地もそういう場所に指定されてます。だからミサイルがこれから配備されるのかもしれないし、自衛隊基地が増えてくるのかもしれないし、そうは言わないんだけど、安全保障上重要な土地を国が指定しますよってことを、まあ誰がやってるかっていうと高市早苗経済産業安全保障担当大臣ですかが中心でやってて、ちゃんとそういうの発表してます、うん、だから国が何かそういうことのためにこう何かするかもしれない土地をこうつばつけてるわけです、はい、でそれは将来どうなるんだっていう想像力を持って、うん、そういう一行情報はちゃんと年末にも出ました、2月にも出ました、で6月にも出てる、で8月ぐらいから運用するっても言ってるので、そういうものが増えていく可能性があるんですよね。でそれはひょっとしたらミサイル配備の基地になるのかもしれない、仙台原発があってそのすぐ下にミサイル配備するのかもしれないんですね。何するか分かんないけど安全保障上重要な土地で国は指定しましたよって言ってきちゃう。そうするとそれに反対したり抗議したり嫌だって言うと法律上逮捕できちゃうんですよ。だからそういうことをやってきているんだっていうのをちゃんとある程度大手のメディアも一行情報では流しているので、やっぱそこは想像力を持って結構危ない状況になってるんだっていうのを読んでいくっていうのが大事なんだと思います。そうですよね。戦時中ね、戦時中というか戦争が始まる前ですね、先ほどね、こう10年全然戦争がなかったって、この間にですね、いろんな法律を結構決めてるんですね。でその法律ができた時にはそういう何もこう心配ないような状況だったんだけれども、その法律ができたことによって戦争がしやすくなる。でまさに今ねおっしゃったその重要土地指定なんていうのはそうだと思うんですけれども、この最近ですね、神宮の森に始まって次々こうあちこちこう公園をですね、みんな次の日比谷公園なんていうのはですね、もう来年から工事が始まって日比谷音楽堂も壊すんだそうですが、あれ何をするかというと広場を作るっていうんですね。でそういうふうに最初はその広場にしますとか公園の整備ですとか言っておきながら、途中で計画が変わるっていう、この神宮の森もそうなんですが、その最初に出てくる青写真と違うわけですよ。でそういうのをですね見逃してしまうと、どん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 こう気がつかないうちに恐ろしい方へ行ってしまうと。でやっぱりその
法律ができるっていうことはすごく重要なことなんですね。共謀罪とかあんなに反対したにもかかわらず作られちゃいましたよね。でそういうのがですね、気がつけばですね、もう7年も8年もあるいは10年も経ってる。でそうするとそういうのが あの時にやめさせておけばよかったっていうような法律がこれから本当に私たちの首を絞めるようなことになってくると。で落ち着いて考えなきゃいけないと思うのはですね、ロシアがウクライナと戦争していると言ってもですね、これはロシアとウクライナの間に戦争するような何か事情あるいは理由があったわけで、それっていうのがちっとも見えてこないですよね。で日本とロシアは別に戦争するような状況はないですし、ウクライナとも関係ないです。それから中国や韓国ともですね、別に戦争になるような要素って何もないわけです。ましてね、それらの国々が日本へですね攻めてくるというような要素は何もないわけですね。そういうことを落ち着いて、はい、頭を冷やして考えなきゃいけないと思いますね。大橋さん、沖縄に行くとレンタカーを借りて走ると、一番パッと目に入ってくるのが、米軍基地の土地のうちは買い取りますよとか、それ特別に扱ってますよっていう看板、ちょっとなかなか本土では見れないのが出てくるんですけど、で伺った話でやっぱり僕一番言いたいのは、沖縄の皆さんの持ってる経験値っていうのは非常に現実的で、ノウハウを本当に持っている。国に任せないで、先ほど原先生が言われた自治体レベル、ここでですね、どうとんでもない大きな存在と戦っていくにはどうしたらいいか、どうやって個人を守っていくかということで、非常に経験値を長年持っているって思いました。だから沖縄の皆さんに学ぶことっていうのは、ちょっと今の日本人の感覚、ごめんなさい、日本人なんだけど、本土の人たちはちょっと到底ちょっと思い届かないとか、手が届かないぐらいの彼らの本音だったり気持ちだったり行動力があると。それだけの経験をしてますからね。例えばですね、僕は国土交通省の仕事で請け負って、はい、伝統文化 のケースを探しに行った時があったんです。その時に奄美大島の例があって、も要はこの間も首里城焼けちゃったんですけど、物っていうのは作っても爆弾で壊されちゃうんですよ、ミサイルで。で国が薩摩になったりとか清になったりとかってなっちゃうんですけど、それでも自分の子孫たちに残せるのは歌だって言いますね。だ島唄のあっていうイントネーションというのは、上の支配者が変わってもその娘がさらにその娘に伝えていくとですね、はい、沖縄の文化で残るっていうんですよ。だこれ僕すごいなと思って、だから形に見えないもので自分の民族の大事な魂を伝えていくっていうのも彼らはやってたんですよね、ずっと。だからこそ今日本がこれからの立場に、6年後に先生のおっしゃる通り立たされ、窮地に立たされるのは中国を選ぶんですか、で自民党のチャイナグループの人たちはやっぱり手に階堂さんって乗るんですか、でこっちの人たちはやっぱり米国でしょ、米国に逆らった政治家全員暗殺されてますよねっていうような、この両方の中で米国派ですか中国派ですかっていうのを選択されるのをちゃんと分かった上で判断基準を持っている世代が、その時のフロントの日本の舵取りの世代がそれ分かってないと。で今全部日米間の間の委員会で作られて決められていることの中で、独立国じゃない形の選択しなきゃいけない選択を誰も今この世代できてないわけだから、それで現象問題だけで言ってもそれは絆創膏を貼るような話で、根本的なものの治療になってないわけでしょ。でそういうことを一般市民だったらさらに手が届かないことに対して、沖縄はさらに逃げないで、人たちずっと琉球の人たちはやってるっていう。例えば自民党の県議のトップの西銘さんの一家っていうのは琉球政府の頃からの代々の家なんですよね。で沖縄にはたくさんそのとんがったことを言った時に潰されたり殺されたりという人たちも先輩たちみんな知ってて、で口には出されて心でみんな記憶でも持ってて、でその魂をどういうふうにやったらいいのか。で僕びっくりしたのはさっきの土地の問題なんですけど、沖縄ってめちゃめちゃ軍に売っちゃってて、結局まとまらないのは軍からの利益だったから、軍で働いて生活支えても6割いるので、本音と建前でどうしたらいいかになるんですよね。それを細かく全部のどこに土地を借りてるかをもうほとんどなんかもう織物のようにまとめて、でここ全部買い取ってこれを平和公園にしましょうとかっていうことを、ちょっと日本の本土の人の手間じゃ100年かかることを緻密にやってね、手の届かないところも逃げないでやってる経験を持ってる今の沖縄の人たちに学ぶことが多いんじゃないかなっていうのは思いましたね。はい、ということでございまして、
もう本当にこの地下に何かこう作るということだけじゃなくても、そこから見えてくるものがこれだけあるんでございます。この問題についてもまた今後引き続き取り上げていきたいと思います。この後お知らせを挟みまして、今度はウクライナ劣化ウラン弾の話へ続きます。せーの、手洗いキュ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 、帰った時もご飯の前も、カワウソくん丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。ご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、2つ目の話題に参りたいと思います。また戦争です。ウクライナに対してイギリスはいわくつき兵器である劣化ウラン弾の供与を決めました。この兵器は放射性廃棄物を原料とし、使用した地域で健康被害をもたらすとも言われています。ウクライナが領土内で投入すれば思わぬ被害が生じかねないと懸念されています。片やロシアは対抗手段として戦術核の配備を打ち出しており、全く余波が及ぶ、広く余波が及ぶ恐れも出てきました。この問題についてまた羽生さんに伺いたいと思います。もう先ほどの話ともつながる部分がいろいろ多いと思うんですが、よろしくお願いします。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、先ほど のお話、とても重要なところとつなげながら話したいと思うんですけど、はい、2点、1つはその沖縄が政治ではなく、まあ、政治だけではなく文化や、芸能で発信していくっていうところですね。今回の、6月24日の会合でも最初と最後に、エイサーとカチャーシーを入れて、その踊りとそれから歌で会場が一体となって平和を訴えたっていうのがあるんですね。先ほども言いましたように琉球王国っていうのはむしろ周り中の国と協力関係を作りながら400年にわたって、政治を続けてきたというところで、沖縄の非常に高いこう文化芸能、そしてそれは多様性を集めて東南アジアや中国や遠くはその南アジアの影響も受けながら平和な島を作ってきたっていうところがとても重要なんだと思います。でそれをこう崩そうとしているのは誰かっていうことで考えると、やはりアメリカの世界戦略ということは無視できないと思うんですね。はい、そもそもウクライナ戦争との関係では、NATO の拡大ということが言われていて、そのロシアの柔らかい下腹とウクライナは言われるんですけど、その柔らかい下腹の部分に NATO が入ってきて、そこにミサイルを配備しようとするときに、もし日本が京都や大阪にまで、敵国軍が入ってきて、そこでその対日軍事同盟を作ろうとしたらどうなるかっていうことを考えていただくと、ロシア側の恐怖っていうのも分かるのではないかと思います。でまた今回今おっしゃっていただいたように、アメリカだけではなくてイギリスが劣化ウラン弾をウクライナに配備しようとしている。でご存知のようにウクライナはこの5月から反撃を始めるということで反撃の準備をしていたわけですけど、この間もザポリージャ原発が
その、攻撃を始める準備が入ってきたり、あるいはそのザポリージャ原発にその爆弾が仕掛けられているっていうようなことが言われたり、それからカホフカ、ダムが爆破されたりというような、あるいはモスクワにドローンが襲撃したとかっていうようなことがいろいろ始まっていますけれども、これはそのアメリカが、大統領選挙が秋に始まってくる前に決着をつけようとする側面が非常に強くて、その意味でウクライナ戦争を、できればその白黒つけて終わらせたい、でもし終わらない場合には停戦に向かうとも言われているんですね。これ以上武器を送ることに対して国内の議会が必ずしも賛成していない、それからバイデンが現状の大統領であるにもかかわらず、なかなか支持が取れてない、ひょっとしたらまた共和党に負ける可能性もあるんじゃないかというような中で、多分その秋以降は外の戦争に関与できる状況じゃないと思うんですね。これは東アジアにおいても同じで、だからアメリカやヨーロッパとしてはできるだけ欧米から遠いところで紛争を続けていただいて、自分たちは最終的に漁夫の利を取りたいという側面が非常に強いんだと思います。そして劣化ウラン弾のことなんですけれども、劣化ウラン弾は今も言われたように、その原子力の廃棄物を使いながら、やられているということで、基本的には放射性毒物生物化学兵器です。でにもかかわらず、これに対する批判をイギリスは劣化ウラン弾は通常兵器である、アメリカもそう言ってますね、なので、アメリカはイラクで使い、湾岸戦争で使い、イラクで使い、そしてコソボでもボスニアでも使いました。でボスニアで使った時には実はすぐ横にあるイタリアのイタリア兵が被爆して大問題になって、 EU が欧州で、その劣化ウラン弾を使うのかということで激怒したんですね。でこれだけにアメリカは謝罪したんですでイラクなどでその、小に子どもたちに奇形が出ているとか、さまざまなその、被爆が行われている、実は米兵も被爆されているんですけれども、これらについては全部ノーコメントなんですね。でこう考えると今ヨーロッパもウクライナ東部に劣化ウラン弾を使うということを容認しているということは、ウクライナ東部は欧州と考えていないのではないかということが言えると思います。で実際に使われているのは基本的にはカラードの地域、あるいはセルビアなどスラブ、南スラブの地域なんですね。ウクライナ東部はご存知のように3割がロシア系住民です。言語的には半分近くがロシア語なんですけれども、もしウクライナ東部が今後ロシアによって占領される状況が続くのであれば、劣化ウラン弾を使っても問題ないと、ウクライナ政府も考えているとしたら、これはすごく大きなそのダブルスタンダードであると思いますし、それによってそのロシアの戦術核を誘発してるんではないかとも言われるんですけど、ロシアはウクライナ東部に核は使えないと思います。というのはさっきも言ったようにロシア系住民が多いことと、それから400キロ行けばもうロシアの地域なんですね。ロシアの国境地帯なので、自分たちの国境地帯に核を使うことはできない、とすると西側だけが劣化ウラン弾を使って戦車を爆破し、周辺中に放射能を飛び散らせ、地域住民だけではなくて、そのウクライナって豊かな穀倉地帯なんですけど、その、地球全体、ウクライナの豊かな穀倉地帯全体を放射能で汚染するということをアメリカとヨーロッパが容認しているということを本気で考えていかないといけないんじゃないか。私たちは全面的にロシアだけが悪い、あるいは中国はロシアと結んでいて非常に専制国家だ、我々は民主国家だっていうふうに言ってるんですけど、民主国家の中でこの劣化ウラン弾を使って結果的にはウクライナ住民が被害を受けるわけです。